おはようございます、みんなのパイセンです。今日はね、今ガタポート見るんですけど、どうせちょっとエセやねんな、まあ、できる限り面白いなんかやりたいな。100円でどれだけ遊べるか、やっぱ教えてあげたいよな世界中の人に。100円の限界な、100円の限界な。俺は今ほんで一箱やねん、最近のな、100円ちゃん取れると思う。そうそうそう、ほんで取れそうやったら俺取るけど、100円、100円やったら取れへんと思うね。丸みが足りてないもん、丸みが足りてないやろ、フォルムで可能性あったんやな、ほんなら。あ、すごいな、ちょっとこれやったらよかったよ。おいおいおい、そうガチャガチャ食おうな、限界だらけ。これも200円以上や、安くても。なあ、100円のガチャガチャもなくなってんな、カプセルトイ。200円やわ、ここはガチャガチャちゃう、それは。今日も滑舌死んでんな。やっぱり100円の限界に可能性いろいろ考えてみたけど、忘れてた。でもな、でも俺1個だけその計算ミスってたんは、あれやな、勝ってん今日は残り税金分、税金って言われたら消費税なんか、消費税分俺考えてなかったわ。俺も考えてなかった。うまい棒10本買えると思った。最初のキングスマン取ってたよ、9本やもんな。そやな、あの丸めやつ取ってんのちゃう。なあ、あれ、嘘や、11円じゃない。皆さん、ララポート行った際は取ってください。うわ、ほんまや、あれ取れます。そう、ほんでこの時なんかあの税金、ね、消費税のこと、消費税知らんって。やな、な、そう、消費税もうちょい考えないね、日本のこと。せや、何経済かなんか知らんけど、ここになんか匂いを感じるな。ビルバーがなんか重かったから全部使ったな。いや、でも100円で売ってるもん知るてんじゃん、少ないかな。100円でこれ、あの言うてビルバーはその貴族の770円、貴族だな、なんかお金持ちの行く場所かもしれない。でもあの村のあれ万引きで潰れたやん。あ、そうなんや。いや、そう、万引きせなあかんぐらいの値段。100円はないかもしれん。いや、治安悪かったやろ。治安悪いだけか。とりあえず、100円の可能性についてなんですけれども、とりあえず、僕今、これあの締めのコメント。最終地点。無理にお金使わん方がええんちゃうかっていうことになりまして。はい、あの100円に今のところ可能性はなかったですね。あのだから、あの無理に使わんでもええやんってところでちょっとやってみたいと思います。すいません、あれだな。ああ、ほんまや、またあっこも言いに来たよ、あるやん。そんで横にダイソーあってんな、100円の可能性があったんだよ。あれ奇跡やったな。一番ええの買ったら俺ええと思うね。いや、でも消費税押せとったら可能性としてはない。ありがとうございました。ないやろ。